はい、というわけでね、どうも皆さん、お昼こんにちは、おはようございます、まあ、というわけで、まあ、やっていこうかなってね。そう、今日ちょっとあれなんですよ。今はずっと歯が痛くて、奥歯が。そう、今日やっと歯医者に行ったんですけど、虫歯じゃなかったそう、なんだと思いますか、原因は。あの、筋トレのしすぎで奥歯がやられてたなんか奥歯のね、土台みたいなところがぐっちゃぐちゃになってたそう、あの、ほんとバキみたいなバキで柳流行がを紹介するときみたいな感じになってた奥歯を噛みしめすぎて奥歯の歯茎がいかれちゃってたみたいでまさかの筋トレのしすぎっていう。いや、俺もそんなにしてたつもりはないんだけど、まあでも高校時代は確かにしてたんで、その時やられたのかなっていう。いや、俺絶対虫歯で医者の先生は黙ってるんだと思ってたんだよ、今まで。こいつら隠してるなと。俺に対して虫歯であるという事実をこいつら隠してんじゃねえかみたいな思ってたんですけど、虫歯じゃなくてなんか力みすぎみたいな感じ。もしかしたら寝てるとき歯ぎしりしてんのかもしんないかもしんない。だからマウスピース買った方がいいっすよっておすすめされるっていう、ね、まあちょっと序盤の雑談はこんな感じ。ちょっと検索するか。なんか学習装置が序盤で手に入るんだったら、もう老老介護みたいな感じですよねキャタピー、ビードルでキャタピーを育てるっていう老人が老人を介護する感じだよこの感じ。ちょ、学習装置の場所探そう。15番道路、図鑑が50種類以上昨日途中から見れなかったんですけど、この企画虫タイプ種ポケモン縛りになったんですか。なんで。いや、全然。てか元から縛ってもいないし元から縛ってもいないし、俺はビードルしか使ってないよすげえ俺の発言が矛盾してるように聞こえるかもしれないけど、俺はビードルしか使ってないし、縛ってもいない俺縛らずにただビードルを使ってるだけだから。え、見えない、これがビードルに。これ俺が今使ってるポケモン、ビードルってポケモンだけど、俺は縛らずにただビードルを使ってるだけだよ俺がなんか統合失調症みたいな感じになるからやめよう。これ以上やめとこうか。俺が統合失調症患者だと思われるから。あとちょっと新しいけど、あのガリレオとか、バン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 。何言ってんすか、これビードルですよ、俺今使ってるポケモン。え俺が今使ってるポケモンビードルだけど、あれ。まあその分ね、新しい人もいっぱい来るんですけどね。そう、減る分増えるんですよ、やっぱりインターネットって。新しい視聴者はすげえ増えやすい、やっぱり。ただその分いなくなっちゃうから、でもそこに人の温かみがないんだよね。それがきつい。もう精神的に病んじゃうんだよ。今あんなに応援してくれた人がいなくなってるみたいなよくあるんですよね、ツイッターとかでもさ。あんなに仲良くしてたフォロワーがいつの間にかリムられてるみたいなよくあるじゃないですか。その代わり新しいフォロワーが増えてるみたいな。皆さんだけでもそういう風にはならないようにしていただければ。でも一回僕のことを好きになっていただけたら、もうずっと好きでいていただけるのが一番嬉しいですね。そう、早い回転率に飲まれないように、これからもよろしくできればいいかなと思いますけど。いきます。うわ、なんだ急に声をかけるな。さあ行きましょうか。コイルって静電気だっけ。複数11レベル、これに勝てれば、あー勝てそう勝てそうじゃないですか。コイル倒せたらお月見山抜けますよ。いやー、でコイル倒したらお月見山抜けたくなるんだよなどうしよう。ちょ、ビードルからの死に出しをしたいんだけど、ビードルの特性がプレッシャーだったらないいんだけど。
こんな芋虫にプレッシャー感じるやついねえか。さあさあさあ、ちょっと行きましょうか。真打ち何もすんなよ、変なことすんなよ、変なことすんなよ、あと倒させろよ俺に、変なことすんなよ。よし、あーし、乗り切ったぜ鋼タイプ。ずっとビオルがいないもん。つえ、ついよ。キャタピー。キャタピーじゃねえ、ビードルだった。やるいや今ちょっとあんなきついコイルを倒した後にもう一匹出てくるとは思わなかったけど、いやおめえ強えな、急所当てやがったぜ。こんなポケモンではダメか。やりやったぜ。お月見山抜けてからおしっこがしたいんだよね。おしっこしていいんだら休憩挟まなくてもいい、うん、おしっこしてもいいんだったら休憩挟まなくてもいいです。する、うん、ここの岩にさ隠しアイテムあるんじゃなくて、HP 回復できねえのが痛えな。月の石2個手に入るんだよな、うん、さてここを抜ければ、あここ抜けれなかったらちょっと一回帰らなきゃいけない。こら待てよ、ちょ待てよ、この化石は僕が見つけたんだ、二つとも僕のだ。この曲ゆっくり聞いたことないな。いきます。理科系の男がきついね、うち文系パーティーだから。理科系男みつ、ちょ俺理系がきついわこのゲーム。分かった、お前にも分けてやるよ。殴って化石1個取るってめちゃくちゃだよ。冷静に考えて、ここ人が先に見つけた化石をさ、おい俺にもよこせよっつってぶん殴って1個取るってやばくね。まあ実際当時プレイしてた頃はなんで2個もらえないんだよって思ってたけど。僕とお前で化石を1個ずつだ、独り占めはダメだぞ。どっち取ろう。どっち取っても埋まらないけど、貝、甲羅、どっちの方がビードルっぽいかって言われるとまだ甲羅の方がビードルっぽいかな。うん、甲羅の方がビードル感あるかな、どちらかというと。はい、俺もまたヤクザ、僕もまたヤクザ、それじゃあこれは僕のだぞ。こっからすごく遠いけどグレンタウンにポケモン研究所がある。化石を蘇らせる研究もしてるらしいぜ、うん、そうピカ版だとここでロケット弾が来るんだよな、うん、したけどそれでもまだきつい感じです。階段登ったら穴なんだ、ちょっとメガトンパンチ覚えないかな、うちのビードル。多分うちのビードルならメガトンパンチ覚えると思うんだけど、どうかな。うなる拳、その破壊力、やはりメガトンパンチこそ最強の技、そう思うだろう。さあお前のポケモンに教えよう、一度だけです。よし、どのポケモンにしよう。覚えられない。やっぱりビードルじゃメガトンパンチは打てねえ。メガトンパンチのありがたみが分かったらまた来るがよい。じゃあメガトンキックなら。激しい蹴り、その破壊力、やはりメガトンキックこそ最強の技だ、そう思うだろう。さあお前のポケモンにも教えよう。いやさすがに蹴りだらさ、尻尾に角ついてるし、まあうちのビードル軍団は覚えれると思うんですけど、覚えられない。覚えられない。まあそんな話はいいんですよ。覚えられるわけねえだろ、おい。まあまあこのくだりはもうこのぐらいにしておいてね。上陸、さあついに着陸しました、花田シティ。ゴリラのケツの穴、フフ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 フ